はい、どうも、ゆりです。今回もホールアウト4続きからプレイしていくんですけども、前回がこちらの平原砦を調べるクエストやってたんですけども、ここからのね、進め方がちょっとわからないんですよね。多分ケロクを探さないといけないんですけど、ただ、地下に一応目的地が記されてるのかな。あ、そうですよね。あれですよね。ここならミュータントに悪夢を見せ、はい、まあ、完全に多分地下があると思うんですけど、そこのね、行き方がいまいちちょっとわからないんですよね。なので探していくんですけども、なんか降りれる場所みたいなのないかな。ここのマップはかなり広くてちょっと探しづらいです。あ、救急箱あるんでこれ開けときましょうか。よいしょ。この辺かな。もう少しか。よいしょ。素晴らしい。お、回復薬いっぱいありますね。血液パック。オーケストラの指揮者を見てるみたいだな。OK。 クリスタルリカーデキャンタ、何これ。はい、ちょっと荷物がいきなりいっぱいになったんですけど、これ11個もいらないから、アップレジスト1個使っとこう。ちょっと待って。それでもいっぱい？これが少し重たいのか。で、まあ、でも、最上階では3階にはもうないかな。あと、まだ見れてないのが2階と。2階はどうでしょうか。いや、この下っぽいんですよね、どうに。場所的には。ニックがね、探してくれたらいいんですけど、そういう能力はない。探偵とは言っても。あれ？何？うわ、ちょっと待って。ちょっと地雷みたいな復活してるわ。危な。いや、気をつけないと。この辺にもある。あ、ターミナル。いや、でもこれハッカーですよね。高レベルのハッカー必要。あれ？ここっぽくないですか？はい。この扉は何？中に何かあるんですけど。あれ、入れない。あ、鎖。なんか繋がりましたね、場所が。OK。あ、これだ。あった、エレベーターだわ。上に参ります。はい。上、あれ？まだ上ある？ 6階？あれ、下じゃないの？まあ、でも合ってるっぽいですね。あのベテラン傭兵のタバコの匂い。はい、上がりましょう。え、上に参りますって言ってるのに、下に参ります。どこはい。あ、ここだ。来ましたね。あれ、なんか、BGM が変わったんですけども。あれがケロックなのかな。パワーアーマーとかしてないよね。ちょっと怖いんですけど。生身で来てよかったのかな。あれ、待って、タレットじゃないですか、あれ。あれ、でも撃ってこない。なんだろう。あ、いや、やっぱそうだ。あ、ここに繋がるんだ。なるほど、なるほど。そういうことか。うぃ、ちょっとね、急に撃ってくる。もう。さあさあさあ。撃ちまくる。よいしょ。強っ。やっぱやばいな、このピストル。あ、でも穴ありますね。破壊します。え、ちょっと待って。やばかった、これ破壊して。いえ、ちょっと。合流しますか。取れない。危ない危ない。よし。で、フュージョンセル。いや、ありがたい、フュージョンセル。ここは？いや、いるわ、普通に。ちょっと待って。近接武器持ってますね。ニック。ニック頼む。あれ？どこ行った？逃げましたかね？消火器。ちょっと見たことないアイテムがいっぱいあるんですけども。ここは？はい。ステルス能力。ここは何？素晴らしい。ずっと喋ってるな、人造人間。はい。あ、アーマー作業台。はい。戦闘中はできない。メンタス。スキャン中。それぐらいかな？特にいいアイテムはない。さあ、行きますか。ケロック。おお、ちょっとびっくりした。いきなり来るのやめてくれないかな。はい。よいしょ。金属武器。
よいしょ。いいですね。ショックバトンはあんまり強くないんでいらないですけど。え、ニック？そっちいる？敵。大丈夫か。古い友人でなければ冷凍食品だ。いる。ケロックだ。はい。豆とアップルコブラの近くだったよな。なんか喋ってますね。生身の人間だったらいいんですけど、とんでもない防具みたいな着てたらまずいです。キャップ、はい。グレネード重たいんでちょっとやめときましょうか。イグアナ弾薬ボックスをもらいます。この辺かな。よし、いいね。ありがたい。フュージョンセルがね、ここいっぱいあるのありがたいですね。開花薬パンパンめっちゃくちゃ手に入るな、ここ。よし、テスラキャノン構えておきますか。99発ありますんで今。はい、おお、ちょっと普通にいいじゃん。ご利用します。はい、よいしょ。 OK。 ここはセキュリティゲート。うん、あー、なるほど、速攻の扉か。200年もの間ボロボロだったとは気の毒にな。はい、だがルームメイトは必要ない。出て行け。200年の間冷凍期間ですよね。されてた期間なんですけども、まあ他は特になし。うん、消火器ぐらいですね。行きましょうか。いやー、ちょっと怖いな、どうしよう全開にしてからとりあえず行きますか。全開にしてテスラキャノン一応セーブだけしときましょう。何があるかわからないんで。よし、行きます。平原取りで司令部ですね。これ開けた瞬間ケロックを襲ってきたりしないかな。さあ、いやでも人造人間もいっぱいそうだな、ここ。うん、ただでさえ多かったですからね。あれ、とりあえず大丈夫か。広いな。何ここ、これは。このドアをノックされるとは思わなかった。ダイヤモンドシティにたどり着ける可能性は半々だと思う。その後連邦にしゃぶり尽くされると考えてたんだが。めちゃくちゃ響いてますねケロックの声。はい、でも入ってることバレてるよね、多分。侵入してるのは人造人間言ってたんで。いるのか。あ、敵のセンサー。ちょっと待って、いるわ。待て待て、来てる。攻撃は失敗だ。よいしょ。いやー、来ましたね。よいしょ。うん、強い。ニック頼む、ニック。おい。いや、強っ。めちゃくちゃ使いやすいですね、本当にこの銃。ショックバトン。さあ、ニックが撃ってくれてるんですけども。ここ。よいしょ、OK。待って、タレットもありますね。どうだ。音が聞こえる。ここは開かない。よいしょ。特に操作とかもできないか。やばい。ここの右側からタレットの音がしますね。またフュージョンセルがあって。え、まだ下まで繋がってるのこれ。広いな、場所。向こう側には行けたりはしないか。いいか。はい。ムカついてるんだろ。それはわかる。本当だ。だがここでやるのは何でやろうと。コードを破れない。ハッカーのレベルが必要。敵が近くにいる場合眠れませんえ、敵近くいる。はい、ペン。お、セキュリティゲート。これ何、開けましょうか。うわ、待って、これ相当難しいですよ。いやー、これはいけるか今のレベルで。待って、あと少しなんですけども、もう少し下むずいな今までで一番難しい、これ。なんか武器とかある感じか。よいしょ、来ました。やった。はい、あれ、回復薬だけ特に何もなかった。はい、武器は、あ、コンバットアーマー。
これどうです、軽量、軽量だから軽いからちょっといいっちゃいいんですけども、左足が、8と8、あ強い、オッケーオッケー、しかも軽量だから軽くなるんじゃないこれ、ありがたいありがたい。で今手に入ったのが胴体、コンバットアーマー胴体、軽量、あれ、あ強いわやっぱり、うん、防御力自体一緒なんですけど軽くなりますね装備が。 OK、 いや軽量系の装備ありがたいな。さあ行きましょう、この先かな、はい、キャップ、いやちょっと待って、誰か、あるいはパレットあるな、また、はい、人造人間もいるよ、よいしょ。さあこっち側のドア開けて、トイレですね、ボードゲーム、はい、平原砦に侵入者あり、敵を排除します。近いな人造人間、目の前にいる感じがする。まあでもここには何もないか、うん、情けですね。え、ちょっと、え、ここにあったさっき起動しなかったぞ。ケロックからの指令を受信、はい、侵入者を排除します。ケロックの指令、ちょっと待って、ニックどこ行ってる、ニック、痛い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 、合流しましょう。はい。よいしょ。さあ、援護してくれるとありがたいんだけど。ニク？ててててて。ちょっと待って、この人造人間強いわ。普通に火力高い。はい。水とイグアナとかちょっといろいろもらっといて。はい。基本センサーに致命的な。え、ちょっと待って、強くない？この人造人間。はい、でも普通ですよね、名前的には。火力高っ。だいぶもらっちゃったよ。うん。さあさあさあ、こっち側行き止まりで。待って、また垂れたる感じか。はい。よいしょ。で、この部屋は？はい。何なんでしょうか。レンジャー膜、簡易バッテリー。何かに使うのかな？道具箱、何入ってるこれ、え、待って、一切動かないんだけど、あ、ここ、この辺か、なるほどなるほど、よいしょ、やった、ロケットペンなど、んー、なんかいらなくない別に、はい、大したもの入ってないですね。さあ他は、お、弾はありがたい、まあそれぐらいかな。でちょっと一旦、まあ、一発回復して、まだいっぱいありますよね、回復薬。はい。イグアナスープ。あ、だいぶ回復するな、これ。ちょっと過剰ですね。ステインパック1個だけかな。うん。で、バケツ。ここは？はい。ベッド、睡眠できる。寝たら体力回復するんですかね。ラッターウェイ。いっぱいなんか一応治療薬みたいになるけど、手持ちパンパンになるんでやめときましょう。で、これジェット、血液バッグ。これで、これでぐらいにしときましょうか。この中は？はい。明るいな、ここ。ムカコーラ、チェリー。え、向こうまで続いてるの？広。すごいですね、ここ。イートマチック、うん、カビが生えた食料さすがにいらないな。はい、冷蔵庫もあったり、パンケース、食べ、インスティチュートの命令によって殺さなければなりません。え、待って、なんかやり合ってる、待って、肉、人造人間なんちゃらみたいな、あれ普通の人造人間か、肉やってるよ、よいしょ、急に湧いてきたな。え、そこにもいる、ストライダーって書いてる、普通の人造人間じゃない、多分強いですよね。
テスラキャノン行きましょう。ほい、強すぎる。やばいな。はい、まだいる？大丈夫か。ストライダーって書いてるけど別にいいアイテムとかなかったですね。うん、よいしょ。で、さっきちょっと見てたんですけども他には何もないか。爆発物ボックス、なんかグレネード系が入ってる感じかな。下、よいしょ。あー、グレネードの山ですね。ただちょっと重たいんでやめときましょう。 OK。 でお次は、あー、この下も、え、ここは行き止まり。いや、え、なに、やってるニック、いや撃ちゃってるな。ちょっとニック待ってよ。はい、あ、パスワード、なんか手に入りましたね、パスワード。待て、ニックがやばい。よいしょ。うん、さあさあさあ、パトローラー、なんか人造人間って新しい名前が。はい、ニック強いな。なかなかやられませんね。根性も意志の強さもあるのは認める。立派なことだ。だがまるきり分かっちゃいない状態で頭がパンクしているぞ。はい、ケロック、あと少しって言ってますね。極刑。ではでは、スティンパック1個で。ベテラン傭兵。まだ間に合う。やめるんだ。はい。U ターンして出て行け。その選択肢は残ってる。これ私に言ってるの？ U ターンして出て行け。はい。見られてる、なんか監視。ちょっと待って。おお。はい。ハルト。肉。肉頼む。よいしょ。で、ここは、あ、さっきのパスワードだ。OK。さあ、ログインして、コントロール、ドアを開く。はい。よし、行きましたね。はい。で、ここ開いたんですけど、それ、その前にこっち側を見ましょう。うん。ベッドがまたあって、ここはトイレか。はい、ケロ君とこまでだいぶ近づいてきましたけども、いい、そこにもあるの。よいしょ。え、ってかその扉の奥じゃない、もう。はい、ほい。パレットの数すごいな。何？フュージョンセル。え、ドア。待て、あれ？気づいたら体力がやばいことになってる。危な。はい。思ったよりちょっと食らってましたね。見てなかったんですけど。あーね、この奥だ。あれ、この奥ってことはさっき開けた扉は？あっちからさっき見るのかな？うん。ここにも繋がってる。はい、ヘアピン、スピンパック、回復。ってことは、向こうから先に、どうやら行くっぽいですね。はい。あ、ここもヘアピンか。よいしょ。OK、来ましたよ。オートピストル、弾薬がいっぱいあるな。え？ぬかランチャー。はい、2個目なんですけど、レーザーピストルは持ってますよね、今まで。はい、何この武器庫みたいな。いや、ぬかランチャーいいですけど重たいんですよ。それより弾の方が欲しいんですけど、私弾はないの、普通の弾薬しかない。まあ、ぬかランチャーちょっと持ってニックに、はい、預けましょう。今仮にちょっと仲間になってもらってるだけなんで、どうなるか分かりませんけども。いいね。はい、特にいいものはないかな。ヘアピンと、回復薬、すごいな回復薬。スティームパックの、はい、山ですね、めちゃくちゃある。でニックに何かしてやろう。取引で、あ、
え、なんかグレラン拾ってるぞ。強くない ?200? はい。かなり高級ですね、このグレラン。ニック、こんなの拾うんだ。はい。まあ、とりあえず、ぬかランチャーを預けて。よいしょ。うん。預けれますよね、一応。OK。まあ、多分、ぬかランチャーあるってことは、相当、ケロッグがね、強いと思うんで。うん。いやー、でも、弾がそんなないんですよね。エストラキャノンでやれるといいんですけども、まあ、もし無理であれば、さっきの肉から、はい、もらいましょう。さあ、行きますよ。あれ?まだ下?ここじゃない。寝室用タンス。ケロックの部屋か何かここ。綺麗な水。2個ある。で、これは?マグカップ。やったな。お。探していた相手はここだ。はい。部下の人造人間たちは非番でな。話をしようじゃないか。いやー、ケロック相当強そうだな。はい。余裕そうですよね、なんか。パワーアーマーとかしてないよね。はい。あ、なんか、案内されてる。そこか。ここでセーブします。よいしょ。いきますよ。え、あれ?連邦一平方まで。ちょっと待って。おかしいな。そいつは俺の称号だと思ってたんだ。はい。話するの?戦うんじゃない?ニック来ましたね。はい。いきなり戦うわけではないんだ。ちょっと周りを。まあでも特にないか。はい。ショーンはどこだ?終わりだ。ショーンはどこだ?はい。息子はどこだ?ショーンはどこなんだ?こっちもあんたと同じような操り人形なのさ。こっちの舞台が少し大きかった。それだけだ。ショーンはいい子だ。思っていたより少し年上だったろう。どうだ?だがよくやっている。ただ、ここにはいない。影で糸を引いていた奴らと一緒だ。というか、これあれだ。最初の方に、妻をやった、ハゲてましたよね、確か。眼帯してたけど、その時は。あれ違ったかな?どこにいる?この傭兵野郎、息子はどこだ?使い古された言い回しがあるよな。すごく近いのにすごく遠いか。それがショーンだ。だが心配するな。あの子が無事で幸福だと知って死ぬんだから。思っていたより少し年は上だが元気だ。少なくとも愛のある家にいる。インスティチュートに。何言ってるんだこの人は。どうやって行けばいい。それでどこにあるこのインスティチュートってのは。どうやったら行けるんだ。おい、聞いてなかったのか。インスティチュートは見つからない。インスティチュートが見つけるんだ。クローゼットを開けたってただのクローゼットだ。中に隠れている怪物は絶対に見つからない。そいつがクローゼットから飛び出すまではな。だがもう話は十分だろう。最後はどうやって終わるか分かっているだろう。だから準備はいいか。準備はできている。はい。こちらは問題ない。来るか。誰かいますか。来た。ちょっと待って。痛い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 。それで来い。ちょっと待って。うわ。よ。いやー、そうですよね。うん。待って待って待って。そりゃそうか。ちょっと待てよ。グレランって持ってましたっけ?ぬかランチャーはあるんですけど、普通のグレラン。いや、置いてきてるな。ナパーマ。これどうしよう。今ちょっと場所が悪かったですね。うん。閉じ込められてたんで。そいつは俺の称号だ。後ろにいた方がいいのかな。はい。ってことで、終わりだ。一巻の終わりだ、ケロック。お前は死に、息子は取り戻す。今すぐ U ターンしていいんだぞ。来た道を戻れ。ショーン。予想していたより年が上だってこと以外に、
残念ながらあの子はここにはいない。わかるか？ここが最終地点だ。想像していた形ではないがね。くそ、ケロック。解放してやれ。あんたとの時間は終わった。今は属すべき場所にいるんだ。家だ。インスティチュートにある。はい、あ、これは同じですね。さあ、ちょっと溶かしますね。同じなんで。覚悟はできている。はい、問題はそっちはどうなんだ。いや、これどうやってやろうかな。ケロックがちょっと余裕だな、あの構え。肉肉起きてる。よいしょ。うーん、テスラケノン。もう弾はちょっと惜しみなく使っていきましょう。え、ちょっと待って、ケロックが持ってる銃なんだあれ。今の人造人間じゃないですね、攻撃。いや、これ強いな。どうしよう。困りましたね、ちょっと。そいつは俺の称号だと思ってた。はい。近っ。ちょっと。あれ、どうなってるこれ。近い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 。ついに来たか。愉快なもんだな。はい。ちょっと話せないんだけど。なんで。息子はどこだ。さすがにちょっと飛ばしますね。うん、同じなので。だがしょ。それでどこにある。インスティチュートって、ね、なんだろう。覚悟はできている。前からちょっとチヤチヤ出てきてるんですけど。そっちはどうな。はい。よいしょ。さあさあさあ、ケロック。ほい。あ、体力の減りがすごい早い。やっぱ火力高いですね。水。さあ、ここはどうするかなんですけども。肉。ちょっとね、グレてんだよ。危ない。さあ、なんとか避けて。定期的に回復しないとダメだ。どこ行った？あれ、ケロか？え、どこ？あれ、ちょっと待って、なんかバグってない？ケロくんいないんだけど。え、あ、お、なんか急に出てきた。何が何、急に湧いてきたんだけど。いなかったよ、さっき。はい。え、ってか、いないいないいない。なんかバグ、え、ちょっと待って。これバグじゃなくて、もしかしたらなんか透過能力みたいなの持ってる。え、そんなことあります？人間じゃない？もしかして。なんかその可能性もあるような。違うかな？あ、透過能力だ。やばいな、このケログって。何者？はい。いや、透明になってるわ。いやー、完全にボスですね。どうしよう。ニックもちょっとやられちゃったし。はい。どこいる？薄くなんですけど、ちょっとだけ見えるんですよ。あ、今横にいるな。ここ。あそこか。はい、されてる。よいしょ。うん、連打。ほい、オッケー。いやー、さすがにテスラキャノン強いですね。連打すれば。オッケーオッケー。やりましたよ。まずパスワードと。うわ、見たことない。何これ。この技術はほぼ人間じゃなかった。ですよね。何、透視能力ある透視じゃないよが、透明になれる能力ですね。やばいな、このケロクって。さっき手に入ったものが、あれ、今の防具じゃないんだ。ケロクピストル。はい。うわ、強っ。ピストルでこの威力か。アクションポイント回復、クリティカルヒット。はい。もらいましょう。かっこいいですね。スティンパック。ステルスボーイ。え、もしかしてこれ？ステルスボーイって透明なれる？あれ？でもないな。なんだろう。うわ、サプレッサーだ。あるんだ、やっぱりこのゲーム。で、ケロクの服。はい。もらいます。ちょ、来ましょう、来ましょう。すごいな、ケロックピストルと、よいしょ。服ですよね。防御力30。あれ、あんまり強くない。まあでも、雷、電撃耐性かなは高いんですけど。しかも、ほぼ全身使うので、まあ、そこまで強くはないですけども。いいですね。でも、サプレッサーは
なんか武器作業台系でつけれる感じかな。ここには出てない。ちょっとニックニック荷物が多すぎる。はい、一旦ちょっとケロッグの服預けましょう。よいしょ。これが重たい。あ、これは重たくないんだ。ケロッグナック、うん、最高。ちょっとね、今重さがちょっとやばいな。これいらないものないか。いい、ちょうどいいもの。セメント袋、あ、これ重たい。8、 OK。で、もうクリアでいいんですかね、ケロク倒したんで。あと戻るだけ。クエストがどうなってるか。え、さらに情報を探す。まだ終わってないぞ。となると、まあどこかに何かヒントがあるっぽいですね。うん、ちょ、あ、ここも回復薬ある。あ、ここか。OK、OK。なんか取った方がいいものは、メンタス、エアピン、レコーダーの、どんだけ色きたの、ここ。すごいな。完璧だ。はい、ロブコハン。ホロテープゲーム。戦闘は拳で勝つもの。戦争はウィットで勝つもの。耳検査器具。何に使うのか全くわかりません。無傷のカメラとか。重たいな、カメラ。よいしょ。はい、パスワード持ってましたんで、これいけるでしょう。うん、ショーンの手がかり。はい、ショーンがインスティチュートに連れ戻され支払いを受け取った。はい、どういうことなんでしょうか。まあ、ドア開けましょう。よいしょ。 OK、 これニックかな。ニック、だからケロックの話はたわごとじゃない。ショーンは本当に中にいるんだ。インスティチュートがどこにあるかは知らないが、やつらは俺を作ったんだ。はい、あ、やつらがニック作ったんだ。な、何も知らないのか。何も知らないのか、ニック。見てくれ、俺はクズだ。何年も前にゴミの山に投げ捨てられた。よくある捨てられたプロトタイプだ。家の鍵を渡してはもらえなかったんだ。今はまずい状態にある。一歩後退する時だ。新しい人間を引き入れよう。知り合いで唯一インスティチュートの尻尾をつかみたがっているのはダイヤモンドシティのレポーターパイパーだ。彼女と話してみよう。あ、いましたね、パイパー。途中でクエストを、うん、中断されたんですけど。わかりました。よし、行こう。おい、前を向け。夜の闇は濃くなったが永遠には続かない。はい、なるほど。ここで話はつながるわけですね。了解です。で、まあ回復だけちょっとして、よいしょ。あ、スティームパックってあれなんだ。重さないんだ。すごいね、大量に手に入りましたね、今回回復薬が。はい、ゴード、よいしょ。 OKOK。 ここからまあ、ダイヤモンドシティですね。できないか、さすがに。ちょっと一旦脱出しないといけない。いやー、ケロックのすごかったと思う。透明の敵とか今後出てくるんですかね。じゃあ上に参ります。うん、何の能力なの。能力というか、そもそも人間じゃないってことか。はい、そのあたりちょっとよくわからないんですけど、今の段階ではね。あ、ちょっと恐ろしいですね、ああいう敵が当たり前のように出てくるとなると。さあさあさあ、これ大丈夫かな。とりあえずクリアしたと思うんですけど、あれ長くない、大丈夫これ。はい、なんか上のゲージも変な感じするんですけど、え、どうなってる、大丈夫これ。はい、
や、明らかおかしいですよね。あ、着いた。ループアクセス。あ、何もないか。びっくりした。ターミナル、ドア開きます。はい。で、他の下の方にあったものはセキュリティドアコントロール。あ、もうこれ全部開けたことにはなってるかな。タレット、あ、タレットオフにしよう。え、停止停止、よし OK ですね。よいしょ。さあ、おお、何ここ。はい、天井ですかね。よし、ということで、え、待って、何、え、何、何あれ。どうか進路の妨げとならないでもらいたい。はい。我々に危害を加える意図はない。なんだ、でかっ。ちょっと待って。え、我々は B4S である。 B4S、 何それ。ダイヤに覗き込む。私は不思議な恐怖にとらわれ、はい、落ち尽くした。てか、何が起きてるの。なんかクエストを開始されたんですけど。飛行船調査、え、調査って言われても、え、なんか行けるのこれ、調査ってどういうこと。はい、今なんか関係あったんですかね、ケロックのクエストと。急に出てきたんで、まあ、とは言ってもちょっと今の段階ではまあ何もできないかな。調査って書いてありますけど、目的地も別に、なんか別のところで、あ、ここなんだ。はい、新しく出ましたね。なるほどなるほど。 OKOK、 とりあえず一旦、まあ、ケロックのクエストはクリアにな、あ、違うわ、バイパーに話さないといけないですね。よいしょ。いやー、やっぱ収穫が、いや、すごいですね。ケロックの服もちょっと一旦着てみましょう。防御力自体は低いですけど、もしかしたら、透明になれない、え、なれるかもしれません。うん。そういう能力ないかな。ケロック自身の能力かもしれないけど。はい。あ、でもかっこいいな、やっぱり着てるのも。うん。ただまあ、そういう能力はないかな、さすがに。見た目はいいですけどね。重たい、重たい。あ、あれ？いや、重いよね。全身に。いや、重くないわ。ちょっと待って。これ5箇所使ってるけど、ウェイト2しか消費しない。めちゃくちゃ軽いですね。軽いけど防御力低いから使いにくいか。友達に確認してみる。ヌードルへの挑戦はうまくいっているか。あの人造人間のバレモードを寄せつけるんじゃない。友達に確認って何。まあ、揉め事に関わらない限りはな。バレしますか。いいね。この町のただ一人の他のロボットをひどく扱う奴がいるな。誰と話してる。はい、特に何もないかな。よいしょ。さあ、あとはちょっとケロックの銃も、うん、使ってみたいですね。ピストルにしては威力高い。で、あれ？あ、いたいたいた。あら、日系バレンタインが珍しくこのオフィスに入ってきたよ。はい。何を言えばいいのやら、パイパー。あんたと俺と不運が古い下水管を流れる三星雨のように一緒になって流れていくようだ。その例えにはここにいる依頼人も入ってるの？それで？二人してこの事件にとうとう私を引き入れようって言うんだね。どういう話？助けが必要。助けが必要だ、パイパー。ケロックという男に息子を誘拐された。だが話はそれだけじゃない。奴はインスティチュートと組んでいた。それでショーンはあいつらに引き渡されたんだ。インスティチュート？うわ、この気味の悪い話を調べて1年以上になるの。連邦のお化けね。誰からも恐れられ憎まれている。全くその通り。時には真夜中に人をさらう。時には古い人造人間を置き去りにして奴らがそこにいると思い出させる。でも今日に至るまで
誰もよく知らないことが一つ。インスティチュートが本当はどこにあるのか、あるいはどうやって中に入るのか。その通り。でも知っている人が一人はいるはずでしょ。ショーンをそいつらに渡した人間が。ケロッグか。うん。はい。ケロッグ、いや、彼は死んだ。何を考えていたとしても関係ない。奴は死んだ。そう。会った瞬間に静かに終わる相手じゃないと分かったよ。それで殺し屋の誘拐犯は復讐に燃える親に脳みそを吹っ飛ばされたわけね。これで連邦最大の謎が残っていなければ素晴らしいエンディングだったのに。はい、これから何。さてどうする。脳みそを吹き飛ばされてる。脳みそだ、そんな男はもういらないよな。ニック、言ってることがおかしくなってるよ。古いサブルーチに欠陥があるんじゃない。いいか、グッドネイバーにメモリーデンと呼ばれる場所がある。心に残る過去の記憶をそれが起きた日のようにはっきりと蘇らせてくれる。死んだ脳に記憶に隠れた心を歌わせることができる人がいるとしたらドクターアマリだ。誰？ドクターアマリ。はい。ドクターアマリとは何者なんだ。彼女の半生は直接語らせるよ。今はこっちに集中しよう。ケロッグの脳の一部が必要になると思う。十分な量の開発室をアマリに持って行って、これがうまくいくかどうか確かめてみよう。まいったな、ニック。気持ち悪い。本気？嫌な話なのは承知だが、他に選択肢があるか？何の手がかりもない。全くだ。あの傭兵の脳に知りたい秘密が全て詰まってるかもしれないんだぞ。うん。実はすでにあるものを持ってる。ケロッグはこれを持ってた。頭の中にサイバネティクスってやつか。宝くじに当たるかもな。この突飛な脳の話に乗るかどうかはともかく、全員で連邦中を駆け回るわけにはいかない。で、誰が一緒に行くの。ドクターアマリに紹介するなら、どっちにしろメモリーデンに行かなきゃならない。だが一緒に行きたいならそう言ってくれ。え、バイパーを連れて行く、ニックを連れて行く、選択一人で行く。え、これどうしたらいいの。パイパー、まあ一緒に行ったことないんでパイパーにしましょうか。パイパーと行く、向こうで会おう。ニック、分かった、はい、気をつけてな。ニック先行ってるんだ。じゃあお前の息子は取り戻す、あと少しだ。わかりました。はい。ユニオン。で、その場所はどこなの？ドクターアマリの場所。あれ？あ、設定してないからか。なるほど。これで場所が記されたと思うんですけど。え？どこだ？はい。マップ上に出てないぞ。あ、これ？あ、すぐ横ですね。グッドネイバーの横。なるほど。ということで、まあ行きましょうか。うん。ほい。まあ、ちょっとあの荷物の整理とかね、いろいろ、はい、やらないといけないんだ。あと調理とかですね。まあそのあたりはちょっと、うん、一旦カットしてやっていきたいと思います。はい、ということで、ある程度ね、荷物の整理の方してきました。あとは体力もちょっと回復してもらってます。で、パイパーですね、の装備品ちょっと変えれたので、まあ、ケロックの服を、うん、今着てもらってますね。めちゃくちゃかっこよくなってるんですけど。ただヘルメットはちょっと合わないかな。まあ、あの防御力上げるためなんでね。うん。今ちょっとこうしてます。で、クエストの続きですね。ドクターアマリと話すと。まあ、これをちょっとやっていきましょうか。新しい医者ですかね。もしかしたら、うん。医者になってくれるかもしれないんですけども。方角的には、あれ違う。完全に反対ですね。こっち側か。よし。で、ケロックの銃もちょっと見てみましょう。うん。威力的にかなり高いんでね。ケロックピストル。これも使いつつ、やっていきましょうか。さあさあさあ。え、ちょっと待って。今入っちゃった。一瞬で入って9くらったんだけど。もったいないな。あれ？ミュータントいますね、ここ。
ただ今それどころじゃないんですよ、うん、パイパー来てる？あ、そこか。まあ近いんでやりましょうか、せっかくなんで。はい、よいしょ。うわ、強っ。いいピストルの威力じゃないよ。はい、相当威力高いな。え、伝説のスーパーミューターと。待って、伝説来た。待て待て待て、ほい、あった。さすが伝説。いや、これいいもの落とすんじゃないですか。装備品期待できるぞこれは。さあ、ケロック銃で。待て、パイパーやってるやってる。ケロックのね、服着てるんである程度は硬いはずなんですよ、防御力。よいしょ。さあ、やりましたね。硬い硬いパイパー、いいですよ。ケロック、よいしょ。腹の、うん、もう一発。いや、強いよ本当にピストルこれ威力やばいですね。はい、ただ弾があんまり持ってない。ちょっと節約気味にいきましょうか。で、伝説のミュータント、待て、まだいるな。ちょ、見ましょう。あ、ハンティングライフル、何これ、爆発。え、弾が爆発し範囲に15ダメージ、ライフル。いや、でも強そうですね。オッケーオッケー、来ました。早速使いますスナイパーかな、違うよね、ライフル。なんだろうこれ、ショットガンでもない、見た目的には。あー、でもスナイパー扱いかな一応。うん、ちょっと待って、どこどこどこ、あ、そこか。え、伝説2体目、あ、違うわ、普通の見えたとか、びっくりした。よいしょ。あ、爆発してる、いいですよ。え、待って、伝説2体目なんだけど、そんなことあるやっぱり2体いる。よいしょ。はい、爆発ダメージ。ちょっとここドア開けれない。あ、ヘアピンか、 OK。 伝説って言ってもさほど強くないですね。よいしょ。さあ、ここ開けて、ちょっとこのライフル使いにくいな、隠れてる。うん、テスラキャノンでもいっちゃいましょう。160発あります。はい、か、いきますよ。おい、ちょっとちょっと自爆自爆、ちょっと範囲が広いんですよこれ。一発ちょっと回復しないとダメかな。うん、おい、いや、パイパー硬いわやっぱり。え、伝説系の敵変異、ちょっと変異って何、頼むパイパー。あ、なんか光ってる、何あのオーラ、やばそうなんだけど。ほいからの、もう一発。うん、テスラキャノンには勝てないわ。はい、威力が高すぎる。マイヤラキャップ、さあ、いや、こんなことあるのかな、ありがたいですね、伝説2体目。え、なんか杖が来ましたよ、センチネルの杖。はい、移動せずに立ってる時にダメージ 15% 減少。弱くない？ダメージ 20? これ外れってこと？はい、ちょっといいもん手に入りませんでしたね。まあまあまあ、OK、今回の目的はこれじゃないんで、ドクターマリのところに行きましょう。はい、いや、すごいな、伝説の敵に2連続で遭遇、こんなこともあるんだ。どうやらそこっぽいけど、レイダーいるな普通に。え、多くない、そんないる。はい、もう惜しみなく使いますよ、150発あるんでね。よいしょやばすぎるでしょこれ、爽快感すごいな。え、ミュータントの声もしてる。まあ、ちょっと自爆しないようにだけ注意ですかね、範囲がちょっと広いんで。で、ドッグチョップ2個。さあさあさあ、場所は分かったんですけど、どうやって行けばいい？これ何？赤い。やばくない？大丈夫これ。はい。無視していいのこれ。はい。椅子。さあ、ここは何でしょうか？
ここから降りればいいのかな。うん、で、なんか湧いてきてる。うわぁ、なんだ、凶暴かもだと。よいしょ、なんか完成ダメージ食らってる。痛い。よいしょ、うん、オッケー、レベル上がりましたね。はい、多いよ。お肉ありがたいですけど、え、それぐらいかな。パイパイいる。よし、いけない。これどうやって行くの、向こう側。ジャンプとかできないよね。え、遠回りしないといけない、どうしても。うん、こっち側かな。ここじゃないよね、アパート。入れるところありますけど、いや違うな、こっから来たところだから、ここから回り込まないといけないっぽい。よいしょ、さあさあさあ、なんか全く行けそうにないんだけど。もしかして降りたのがダメだったのかな、今さっきの場所。絶壁ですよ、通れません、こんなの。どこまで跳ねてる。この下から行けるとかは、あれ以来やられてる。たまりますね。なんだここ。え、あ、グールか、びっくりした。おい、よいしょ、痛い。うん、よいしょ。いや、完成ダメージでかい。よし、さあさあさあ、あ、ここっぽいか。俺がこんな書店、あれ書店、いや、ここからだいぶ下だな。おい、グールが多い、ここ。よいしょ、うん、ナイスパイパー。それはいいんですけど、待って、地雷、あぶな。え、なんかめちゃくちゃいるじゃん、レイダー。ガンナって書いてる。うわ、これまずい。なんでこんなにいっぱいいる。4人ぐらいいたかった今。回復回復。よいしょ。これはもうテスラキャノンしかないですね。うん。まずやばいわ。はい、行きましょう。はい。あれ、あったない。よいしょ。OK。火力高い。パイパー強いな、やっぱり。ちょっと、ほい。さあ、完全ダメージも入って、あとはゴリ押しですかね、うん、よいしょ、ほい、オッケー。レーザーマン、そんないいものは持ってないかな、さすがに。やばい、めちゃくちゃ食らってる。全然油断ならないわ。はい、ステーキもらって、これはレーザーピストル。あ、フュージョンセルいいですね。ガンナー防護服、パトロールマンのサングラス、はい、見たことないですね。見た目装備かな、これ。あ、そうだ、サングラスつけときますか。で、ガンナー防護服か。あ、足、ん、弱いかな、これは。まあ、サングラスついてるっぽいけど、ちょっと見れないな。うっ、まずい、至る所に地雷が。オッケー、こっち側からどうやら行けるっぽいんですけども、あ、ここだ。あったあった。ずいぶん遠回りしないといけないですね、ここ。はい。グッドネイバー。来ましたよ。何これ、精神を解放せよ。うん。何気にもうレベル18ぐらいまで切ってますね。さあ、グッドネイバー。お、そこで止まれ。誰？グッドネイバーに入るのは初めてだな。保険がなければ歩き回ったりできないぞ。保険って何？下がれ。ちょっと待って、サングラス。あ、なんかあんま合わないな。このヘルメット。サングラスですね。せっかく説得力上げてるから、ちょっとやりたいところですけど、やってみますか。うん。
結構上がってますよ。7か8ぐらいもいってるんで。下がった方がいい。どうです？じゃなきゃ保険が必要になるのはそっちだ。いや、おい。お、行きましたね。ただ、保険料は今支払われたって言おうとしたんだ。いいか。反感を買ったって書いてるけど大丈夫？一応成功はしたけど。はい。ゆすりはやめるんだな。何を気にしてる？こいつは仲間じゃないだろう。誰？市長に対する愛はないのか、フィン。市長が通せと言っているんだ。市長、ハンコック。甘いぞ、ハンコック。よそ者を通し続けていたら、いつか新しい市長が立つことになる。何この海賊みたいな。おい、話しているのはこっちのことか。はい。では、言わせてもらおうか。え？何してる？え？そう。さあ、どこかに行ってそう言ってみたらどうだ。悲しませやがって。え？フィンのやつを撃退したのはわかるが、市長ってのはやらなきゃならないこともあるんだ。大丈夫か？何やらなきゃいけないことって。グール？グール？グールなのか？そうだ。顔が気に入ったか？セクシーでゾンビの王者みたいな見かけになってると思うぞ。女性受けはいいんだ。聞け、俺みたいな放射能の化け物はこの辺にうようよいる。だから次はそういう質問をオブラートにくるみたくなるかもな。グッドネイバーは人民による人民のための場所だ。わかるか？誰でも歓迎される。はい。グッドネイバーって何？グッドネイバー？この場所はそう呼ばれているのか。そうだ。よそでは居場所のない化け物や、あ、なるほど、ためにこの場所を作り上げたのさ。化け物や変人、そのうちわかるさ。ここでたくさんの友人ができればすぐにこの場所をふるさとと呼ぶようになる。誰が責任を負っているか覚えている限りな。いい、こんな早くやれるの？企画。他に時間つぶしはあるだろうに。あんまりいいもの持ってないな。なんなのあのハンコックって。いうこ、ところで、まあ、今回ね、ちょっと時間的にもちょうどいいので、ここまでにしたいと思います。ここ人多いですね。うん。まあ、次回からこのドクターアマリと話すクエスト、ちょっと進めていこうかなと思います。はい、ということで、よかったらチャンネル登録、高評価、そして X のフォローもしていただけると嬉しいです。今回もご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。